様です。ベーシストの龍一です。今回は邦楽ベースソロ参戦ということで3つのベースソロを紹介させていただきたいと思います。結構昔に紹介したものもありますので、まあ、見ていない方もいるかなということでね、今回ねちょっと動画を撮り直そうということになりました。まあ、どれもね有名なベースソロなんで、まあ、中級者ぐらいの方はぜひチャレンジしてみてください。まだ T1 研究部に入部してないという方はチャンネル登録のボタンを忘れずにね押して帰ってください。それでは早速演奏の方していきましょう。まず一つ目はマキシマムザホルモンの上原太という曲に、ね、なります。一小節目は牛こそ難しくないんですけれども、まあ、サムだったりねフルだったりが規則のタイミングで出てきます。しっかりね音で覚えてから演奏しないと、まあ、タブフなぞっての演奏ではね頭がちょっとおかしくなってくるようなフレーズです。2小節目はハンマリングとプリングが結構出てきます。これ速いスラップの中での小技はね音が鳴ってなくてごまかしてしまう人結構いるんですけれども、まあ、ゆっくりのテンポでしっかり音を鳴らしてねフレーズをごまかさないように演奏していきましょう。3小節目はよくあるフレーズで、まあ、ハンマリングをね、まあ、使いまくるフレーズですね。まあ、こういうフレーズはね結構僕も手癖として必ず使ってます。そこまで難しくないし、まあ、かっこいいのでね、まあ、2小節目と同じく、まあ、しっかりね音が鳴っているかを意識しながら演奏していきましょう。4弦3弦のミュートは僕らはこの手の甲を使ってねこういう感じでやってます。ここでこの辺でねここを当ててねミュートしてやってます。で4小節目の締めのフレーズは8分音符とね16分音符がバラバラに出てきてねリズムが取りにくいです。でこういうフレーズは1回全部16分音符にして、まあ、8分のところにねゴーストノートを詰め込んだりとかしながら、まあ、なんとなくね感覚をつかんで元のフレーズの練習することをお勧めします。通常のフレーズだとこれだとややこしいので、まあ、こういう風にするとなんとなくね元のフレーズの感覚もつかみやすいんじゃないかなと思います。難易度が低いのでねさすがにソロはちょっと僕にはまだ早いとかっていう方も、まあ、ぜひチャレンジしてみてください。で1小節目なんですけれどもここの部分で難しいところがあるとしたら2弦のサムが出てきます。ここがねちょっとサムがね少し音鳴らしにくいかもなんですけどね、まあ、ちょっとね気合で音鳴らしてください。で2小節目からはオクターブフレーズです。演奏し終わったら最初の1小節目のフレーズにまた戻ります。で続きましてはラストのフレーズ2小節目のフレーズの前半だけ弾いて、まあ、ここの部分ですね。でサムでね締めのフレーズを弾いて終わりです。これをね、まあ、そこまで難易度高くないのでバッチリ決めていきましょう。最近紹介したフレーズの中の一つです。このフレーズは派手な割にはそこまで難しくないです。まず1小節目なんですけれどもまずハンマリングで攻めていきましょう。まあ、スラップの時のハンマリングとかプリングのねその小技関係はね、まあ、しっかり音が鳴ってるかどうかをね意識しながら演奏しましょう。2小節目は人差し指ハンマリングが出てきます。でこのフレーズはね実はめちゃくちゃ簡単でしかも派手なんでねいつでもどこでも使えるようにね自分のネタにしてしまいましょう。3小節目は1小節目と同じフレーズですね。ここもねハンマリングが多いのでしっかりね音を鳴らして、綺麗に弾いていきましょう。ラスト4小節目の決めの部分はハイポジションにスライドで移動しますのでねしっかり着地地点を見て行き過ぎたり行かなさすぎたりしないようにして、まあ、決めのフレーズをバシッとね演奏していきましょう。はい、
今回は邦楽ベースソロ参戦ということでね、3つのベースソロを紹介させていただきました。こういうネタをいっぱい蓄えておくと、思想の時だったりとか、まあ、友達に何か弾いてっていう無茶ぶりされた時に、まあ、困ることがないのでね、まあ、ぜひこういうネタはね、もういっぱい蓄えておくようにしておきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。